どうも、パフォーマンストレーナーの宗之助です。さあ、今回はですね、Girls Gone さんっていうのかな、アイスクリームなのかな LDH さんのグループですよね。なんか、リオちゃんなのか、誰が企画したのかわからないですけども、アイスクリームですね。なんか、もともと EXPG ですよね、リオちゃんもね。なんか、すごい、そういったところに気を配ってくれてるというか、いいですね。この TikTok のコメント見ると、なんかそういうふうなこと書いてありますね。進む道は違ってもずっとつながってる。キズイってどういう意味だろうね。ちょっと僕もね、もうほんと途中からよく、EXPG の名古屋出身っていうことですね。さあ、まあ、いつかね、日本も、キツイって何なんだろう。まあ、ぜひ、教えてください。もしコメントで。それでは、そしたら多分、りょうちゃんから、これを選んでくれたのかな。まあ、とにかく、こういうコンテンツをたくさん出してくださいということですね。はい。それでは、いきましょうか。おー。いいね。いいね。おあれ。おお、動くね。わあ、なんかいいですね。今日もリオがリオってるって。どういう意味。いいっすね。この体重がちゃんと右に乗ってるから、そうね、このヒールがしっかり上がってる感じだったり、このアイソレが本当ダイナミックですね、リオちゃんね。ただ、ここら辺がすごいやっぱりいいですよね。その EXPG とその K-POP のこの、なんていうのかね、両方の色を持てるっていうのはもう最強ですよね。こういったところはなんかもう本当に JYP さんからこう引き継いだような動きに感じますけどね。スタイルがもう完璧だね。ほら見てください、これ綺麗。なんか本当にね、愛想絵というか独立した動き、ラインの決め方、ほんと綺麗なんですよね。まあ、毎回やってるんですけど、リオちゃんのこの足のストラクチャーって、こうちょっとインに入ってたりとか、少し膝下伸展気味なんですけど、大体そういった動きで、なんていうんですかね、シャープになかなか見えづらいっていうのは、なんとなくその関節の構造上あるのかもしれないですけど、めちゃくちゃ、ほんとダイナミックに下肢使えますからね。素晴らしい。こういうのいいですよね。まあ、このダイアゴナルライン、ラインの決め方も綺麗ですけど、このね、この股関節の引き上げ、すごくこのパンツラインが斜めに走ってるじゃないですか。その、ヒッチングか。これだけ体使えるっつうのはすごいスペックが高いだろうし、あとこの円運動ね、サーカムダクションって言うんですけど、ほんと自由化されてるよね。ほんとリオちゃん、これ久しぶりだな、リオちゃんのこの足先の、こういう見え方するの。いつもなんかブーツみたいなの履いてるから見えないんですけどね。ちゃんとこの足先にこう力が走ってる姿、あんま見なくなっちゃったからね。いいっすね。この靴ね、この靴っぽいの僕も買おうとしたんだよね。ごめんなさい、どうでもいい話。動く。全然ダンスでもどうでもいい話なんですけど、皆さんね、これ、ここね、ここのね、
胸椎のこの上部のこの部分、1からだいたい7、10ぐらいにかけて、まあどうでもいいんですけど、この上部の胸椎の部分、この頸椎からこの上部の部分、ここにね、やっぱり今もう今の人たち、まな板入ってるみたいに硬いんですよ。僕含めそうなんですけど、僕もそうなんですけど、まあ、僕の場合だったらその肺のちょっともう、肺胞のちょっと繊維化じゃないですけど、それがちょっと進んでしまってるので、なんとも言えないですけど、ちょっと動かないですけど、ここの上部の胸椎の部分の可動ってめちゃめちゃ今の人たち重要で、本当に入ってこの後ろ側にこうあるわけだから、そうだからここら辺の動きはね、まあ、世の中の人たちみんな高めておいて、そのためにはこれ本当ね、ダンスって面白くて、人の構造、人が動かしやすいようにこう勝手に動くっていうか、なんていうのかな、体が自由な人っていうのは、こう今こうやって入ったでしょ、手が。そうすると肩甲骨が普通にこうやって外転してこう上に滑ってってくるんですよね。こういうふうに手を置かないでこう入りましたよね、スパイラルに。そうするとこう上部のなんていうのかな、背中が少しこうオープンになってくるというか、そうだからそういう自然な構造をうまく、人間って自然にナチュラルに動いた方がダイナミックに動くし、逆に人に力を伝えるっていう意味でも、より人間の構造に基づいて動いた方が動けるんですけど、これが不思議と社会のストレスって、いわゆる今の人間社会ってほとんど体使うことがない、そのストレスによって自然に動かなくなるんですよね。だからみんな運動もしてないし、誰かに殴られたわけでもないし、誰かに叩きつけられたわけでもないのに首が痛いの、肩が痛いのってなるんですよね。そうだから体使う人たちのすごさって、やっぱその人間の構造をナチュラルにこう生み出すっていう、そういった意味でもね、この上背部っていうのかな、まあ簡単に言うと、ここの動きは世の中の人たちみんな作り出しておいた方がいい。で、特にあのリオペンさん、結構あのライブとかで見るんですけど、男性の方すごい多いじゃないですか。で、まあそういった方見てるとね、やっぱ体ね、硬そうだなって思う人たくさんいるからね。フィジーの皆さんも、できるだけこう柔らかさ、リオちゃんのもう、なんていうのかな、もう武器っていうか、最大の武器っていうのは、そのしなやかさ、無知のような柔らかさの中に、なんていうのかな、すごくこうダイナミックな動きというか、加速力というか、止める力というか、その可動域だったら止める力そんな出せないんじゃないって思うかもしれない。そこがね、しっかり止まってくる。まこちゃんはめちゃくちゃアサルトなんですよね。体の構造も強いし、女性的な膝の柔らかさっていうよりは本当ナチュラルなんで、そこの違いなんですね。におちゃんは結構関節がすごく柔らかそうなんだけど、その中でもしっかり止まるとこは止まるっていう、そこがもう最強の武器なんで、勝手に思ってるだけだけどね。緩そうに見えて緩さが全くないっていう。でも姿勢も綺麗ですよね、本当に。素晴らしい。脳重心に本当綺麗に乗るよね。このサイドプロファイル本当綺麗。この S 字、この S カーブ、めちゃくちゃ綺麗。女性、もうリオペンの女性がいるか分かんないですけど、常に自分を綺麗に見せたいって言った時に、まず後ろから見た時のこの横のラインの曲線で、サイドプロファイル横で撮った時のこの S の曲線、これを徹底的に磨くんですよ。なんかボディメイクってみんなどこの筋肉をつけたらとか、なんかそんなことばっか言ってるじゃないですか。そんなこと言ってても遅いんですよ。もっともっとボディメイクって、僕とかは彫刻みたいなもんだと思ってるから、全体像を自分で想像していって、その部分をどうやって使っていって、使ったりとか自分の中で意識してこう削っていくっていうかね、そういう全体像の意識持ってボディメイクした方が絶対に早いから。
で、なんでそういうことを言うかっていうと、例えばボタっていう体になってる時って絶対にボタっとした生活してるんですよ。動きをしてるんです。絶対そう。これはもう売り言葉は使わないです。もう僕はお客さんと喋る時もさっきりこうやってますよね、やらないでくださいっていうふうに絶対にもうスパッと言うので、した方がいいですよとか、そういうなんか曖昧な言葉使っちゃうともう人に伝わらないから、だからもうね、見られ方、その前に自分で見とるっていう能力を高めた方がいいと思います。そうすると人にどう見られてるかっていうのも分かると思うし、その中で自分が、こういう動きしてるとこういう体になっちゃうよね、足がボタッとするのは私こうなってるよねって絶対にあるから、アーティストさんなんて特にそうでしょ、多分。ダンス見せるときって自分がどう見せたらいい、どう見えたらいいかっていうところすっごく追求するじゃないですか。それ言うと、だから、どこのわっけ、こう、筋肉を使ったらこう見えるかなんて絶対思ってないでしょ。そう。自分で磨いて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 、でもここだけが納得いかないっていうところをトレーニングでみんなおできなんでしょうね。まあ、ピラティスだったりとか、トワイスのナヨンちゃんのとかね。ものすごく真っ当なことやってるから。でも僕自身はそんなに必要がないと思う。ただ、毎回言うように、自分の体のメリット、デメリットを把握していて、そのメリット、そのデメリットっていうものは、障害につながるからね、そのケアとしてトレーニングを選択するっていうのは全然あり。特にやっぱり、アーティストさんって、女性は、もう本当変なって言っちゃったけど、本当こんな靴で踊るみたいな。ダンプラと全然ちゃうやん言う時よくあるじゃないですか。ああいった時のために適合性に優れる体を作るためには、やっぱそのいろんな適合性を強化するようなやっぱトレーニングはしないと、いけないのかなってありますね。ブラックピンクさんとかあれやるじゃないですか。ミット打ちとか。あれありですよね。本当に。XG のちさちゃんとかもやるって言ってましたけど。まこちゃんはジャンプしちゃうからね。ジャンプじゃなくて。綺麗よね、アームスの足か。ね、一生見てられるんですけど、20は。いいね。素晴らしいね。イエーイ、素晴らしい。あと、これ出てましたよね。このティザー。プレスプレイ。これ YouTube で僕見たんですけど、おお、このリオちゃんかわいいね。これ M ネットさんですもんね。10月30日。これは韓国語なのかな？ね、どうなんでしょうね。あとね、最後に、まゆかさんの、皆さん、ピアノを見ましたか？そして、泣いた人、いますか？私は泣きました。なぜか知らないけど、泣けました。本当に、見た方がいいと思います。何回も見た方がいいと思います。本当に、なんか知らないけど、涙が出てくる動画です。それだけです。さよなら。